出会え鳥取9号線チャリンコの旅始まりましたね、向井さん。もうね、こんなところでそんな大きい声出して恥ずかしい。え、何を言ってるんですか、向井さん。今回なんと、向井さんがチャレンジされるということで。あんたそこ終わったもんね。僕ね、まさかの一人目で終わりましたからね。5キロしか動かなくてよかったですからね。じゃあ、あれですよね、サイコロ振って最後に出た、まずキロ数進むということで、まず振ってもらいましょうかね、サイコロ早速。1が出たいからね。1が出たら、まあ1と実はもうその辺ですね。こういう回転なら1なんだよね。まあ、なるほど、回転を。あ、でも3と6もあるな。裏側6だからね。よ。はい。おお、1だ、本当に。本当に1出ましたね。ついてるね。電が通じましたかね。じゃあ1キロ進んで、まあそこでクイズ出して不正解だったらまた進むんで、まあとりあえず1キロ進みますか ね、まあ、ね。でもさっきの問題あなたすぐ解決させましたからね、今回。そうですね、うん、あなたも大丈夫だから。そうです、そうです。じゃあ1キロ進みましょうか。カニ、カニ見ながら避けるわ。ダメです、ダメです。それが反則です。じゃあ1キロ来て待っててね。はい。地点でございます。今ね、向井さんがね、こっちにね向かっていってるんで、もう間もなくね着くんじゃないかなって思ってるんですけどね。どう、あれ、あれそうなんじゃないですか、あそこの走ってるの。あれ向井さんですよね。ここ、ここです。ここが1キロ地点でございます。いやー、向井さん、1キロ進んだだけでね、結構景色が変わりましたね。もう景色変わりましたよ、結構。汗だくですね、1キロ進んだけど。暑いね、今日。今日暑いですよ。1キロでこれだもんな。そうです、そうです。ガンガン人。鳥取県ってこんなに人歩いてないですね。民家ピンポンする。あれ人じゃない？あ、いましたね。見事に向井先生の横を通り過ぎて行かれましたね。一人目失敗ということですね。曲がっちゃった。曲がっちゃいました。